今度は木工をつけて、こんなアングルです。私たちの免許です。国家試験夫婦で7つあります。また松です。あ、違う、妻です。歯磨いてます。ゆっくりこう回したら面白いね。ぐーっと、うん、じゃあ外に行ってみますか。棒は買ってきたのに、この上につける金具買うの忘れて私ないです。後ろにモニターつけるのも売ってるんですけどね、高いんですよ。これの伸び縮みします。こう短く、普段はこの辺に映ってる。私です。安心道路掘ってもらってです。かなり今日がレンズっぽくなってるから撮れんじゃないかな。こうキューッとゆっくり回すとこんな感じで撮れます。安心道はまた向こうです。ゲを見える。声どのぐらい拾ってかな。江戸潜入泣いてないな、昼間だから。あっち駐車場です。駐車場まで取ってくる。あそこまで行くと見えるんだけどね。ぎゅーっとこんなアングルとかいろんなのできます。高いとこから眺めら、これから Facebook で GoPro の映像をどんどん載せたいと思います。 YouTube にも載せたい。もう少ししたらここの壁の工事が始まりますので、足場が作られちゃうと思うんで、この上とかね。エアコンも空気清浄機のプラズマクラスター入りにして。声入ってんのかな、うるさくて取れてね。シューハッ、取れてるかな。なんせ後ろにモニターないから全然わかんねえな。やっぱりモニターあった方がいいかもな。後ろにモニターあった方がいいかもしれないけど、そのモニターがまだ1万円ぐらいするんだ。高いわ。説明書もまだ全部読んでないんですけど、撮れてるかな。もう3分撮ってる。一番いい映像では撮ってないからどうかわかんないけど、よし、これでクーッと回ると面白い。でこういう高いとこからウェアーって、イエーイって、とりあえず高いとこから撮っていく。てってって、ここに小田の木照準が、あら逃げたな。これ高いとこから撮れとや。撮れる。君はもう狙われています。昼休みの電気消えちゃったけど、節電のためにまた回ってきてる。こんなアップしなくてもいいって。名前書いてもいいんだもん、ね、これで二人で撮れるもんだよ。ええ。ちょっと、ちょっと。ほら、レンチ。あ、カメラ下向けてないから、ちょっとやりづらいな。これ。お父さん。あ、もう5分ぐらいなんかやめとくか、そうそう。うん。YouTube とかで載せたら面白いな。待ち合室一周、これが BB のサインです。これ2006年日本一のパネル。これヤギだね。オリックス言っちゃったけど。あとこれ2軍の選手ですね。昔、清水とか。清水じゃなかったな。なんだっけな。清水。これ木本。これエジリ。もういないでしょ。これ上村、影間でもいい。
上村しかいない。ヨーチョンソンの大官じゃない時代の。あとこれなんだっけな、落ちちゃった名前、もう引退しちゃったけど、星なんだかって、そこに砂がないやつもあるけど、もういない人のばっかりだけど、お値段こんな感じですつってるから、結構広範囲で映るはずだから、アップにする必要ないと思うんだけどね、高いとこからの目線で。そこともの感じだからダメ。カメラワークゆっくりお願いします。そうだね、うん、めまいしますか、見てる人ね。めまい、めまいな、やばい、5分過ぎた、やめとこう、ストップです。